古墳の全室、中室、奥室からなる8万3個分の横穴式石室。砲度が失われて石室が露出している。全室、原室の複式構造をとる天文台構内古墳。手前には墓前域が広がり、沿道の長さは従内市20センチメートルと極めて短い。 沿道と原質の区別のない金霊塚古墳の石室巨大な天井石で知られる石、舞台古墳沿道とは古墳の横穴式石室や横穴墓などの原質と外部とを結ぶ通路部分。慣習的に線道とも呼称する。沿道は古墳の横穴式石室や横口式石閣、横穴墓など横穴系埋葬施設において、 棺を収めて、遺体を安置する主室とも言うべき原室と外部とを結ぶトンネル状の墓道的部分を指し、入り口は一般に、専門と呼ばれる。中国の墳墓においては、墓道のことを、線と称し、上部に覆いを必要とはしないが、日本においては、一般に天井を伴う。沿道は、原室に比べ幅が狭く、天井の高さも、低いことが多い。 原質が二質以上に及ぶ場合を複質構造と称し、その場合は沿道に近い方を全質、遠い方を奥質と呼んで区別することが多い。なお、奥質の実を原質と称することもあり、また、三室構造を取り、全質と奥質の間に中室を伴う場合もある。沿道は原質中央に付接されるものの他に一方に変したものがあり、 中には、原質と沿道の境界が明確でないものも見られる。また、沿道で早々にまつわる祭祀が行われた事例も確認されている。専門は、多くの場合、閉塞石と呼ばれる積み石や扉石などの石、あるいは木製の扉などで閉鎖されており、追悼を行う際に取り外す仕組みとなっていたことが確認されている。沿道は、歴史的には、 横穴系の埋葬施設の一部分として登場しており、その起源は横穴系埋葬施設の登場に求められる。四世紀末頃、北部九州の限界大沿岸地域で構築された横穴式石室が日本列島における横穴系埋葬施設の初見である。この石室の採用は朝鮮半島との交流の影響によるものとみられるが、 当初の半世紀の間は分布域が限界灘周辺の地域に限られた地域へ波及することはほとんど見られなかった。五世紀中央には現在の熊本県地方に肥後型石室と称される横穴式石室が登場し、五世紀後半には数種の横穴式石室が九州地方の北部から中部の地域にかけての母星の主流を占めるようになり、同時に この形態の影響により様々な母性も生まれて、横穴系埋葬施設における基本的な形態が出揃った。5世紀後半にはまた、東は若狭や三河のあたりまで、少数ながら横穴式石室が構築されるようになった。6世紀に入ると、近畿地方を中心に、機内型石室と称される、神経式の石室が営まれるようになり、 これを契機に北は、東北地方北部から、南は、九州地方南部に至るまで、横穴系埋葬施設が普及することとなった。横穴式石室の構築は、紛糾を掘り下げ、原質の奥壁、側壁の第一段の石、及び原質と沿道の境となる、袖石を据えて、原質のアウトラインを定める。意外を収めた、木管、石管、投管などを、 原室内に安置する。第二弾、第三弾の石を積み上げながら、並行して沿道にも石を据える。原室、沿道に、天井石を乗せる。砲道を積んで、入り口には、握りこぶし台の石を詰めて閉じる。扉石の場合もある。という手順を踏む。開口部分は南に向けられることが多いが、前方後円墳に導入された初期の、 横穴式石室には前方部や首れ部に向けて開口し、方位に制約されない例も見られる。また、横穴系埋葬施設を持つ古墳の中には、墳丘を伴わない地下式横穴場かもしくは地下式古墳と称される母生がある。これは、五世紀以降の日向、大隅、薩摩に偏在し、大地の平坦部に縦坑を掘り、その底面から、 横方向に掘り進めて、原室を設けるものである。横穴系の埋葬施設は、一方の側面が外部に通じて出入り口となっており、石室入り口の開閉が可能なため、水槽や合奏に大変適している。専門の閉塞席を取り除いたり、扉を外せば外部より出入り可能な状態となり、実際、 一つの横穴式石室で何度も埋葬が行われる追葬の事例は数多く確認されている。中には10体近い人骨が出土することもあり、しばしば家族母と称されるゆえんである。これらの点は縦穴式石室など埋葬施設全体が放土に埋没する縦穴系の埋葬施設とは、使用上及び構造上において大きく異なる点である。しかし、 横穴系の埋葬施設の中には単独層のものや事実上追葬の不可能なものもあり、一方では縦穴系埋葬施設でも追葬の行われた事例もある。もとより母性と創生は密接な関わりを持つことは言うまでもないが必ずしも完全に一致するものでもないことは注意を要する。横穴系埋葬施設の普及はまた 単に母性上あるいは創生上の重大な変革で、あるにとどまらず、広く死生観の変革をもう流すこととなった。すなわち、それ以前の死者は、霊魂が天空へと飛翔し去ってゆく存在であったのに、対し、横穴式石室の造影は、石室とそこから連続する地下の世界にこそ明快を、認め、光線国なる、高い感がそこから形成されてゆく。それゆえ、 石室の中には壺、亀、瓶、パチ、月、高月などに蓄え、あるいは盛られた食物や酒などが強せられた。これらはいずれも、読みの勝手として、ともこんされたものと考えられる。横穴式石室より大量に出土する、多種多様な土器は、このことを示している。大塚、戸沢エビード、生田義行は、 横穴系埋葬施設の種類として、一般的な横穴式石室以外に、縦穴系横口石室、北部、九州型石室、肥後型石室、横口式系型石棺、機内型石室、岩橋型石室、石棺式石室、変則古墳、霧石作りの石室、横口式石角、寄進粘土室、横穴、地下式横穴の13種を挙げている。 ど、いくた P111 から 112ABCD ど、いくた P111 ハット AB 和田 P54 から55、ハット AB 大塚、小林 P365、大塚、小林 P359ABC ど、いくた P111 から112例えば、開口部が極端に強小で意外の運搬が不可能な、ものなど。ど、 いくた P111 から1 1 2 a b ード、d いくた P19 から21。ありがとうございます。